はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、春のデバフデッキということで、春のパン祭りじゃなくて春のデバフ祭りというところで、はい、すごいですね。もうなんかもう この環境はついていけないなみたいな。これ3人揃えてデバフ 9% でみたいな、デバフをやらせたい、デバフガードがなくてデバフだけどんどん進んでってしまうんで、ラミレス、カルツ、ヒゲさんとか入れたりとかして、スーパーデバフデッキ、せっかくね日野くんが、出てきて、だいぶデバフデッキってこう減ってきたのかなとかちょっと思ったりもしたんですけど、いやーまだまだねこの勢いだとデバフデッキね、すごそう。そして岬のステがオフェンスが2万5000あるということで、かなり強いんじゃないかなと。でオーバーヘッドパスカットワンツーで490のワンツーってゴルコンより強いんですよね。でスタミナ的には455というところで、多分これトリコロールコンビネーションなんでナポレオン PL いなきゃいけないと思うんですけども、なんかそうですね、欧州で、ね、PL のこの時期の話はすごい原作面白いんですけど、欧州使わないといけないのかみたいな。そしてなんか最近私服キャラをどんどん入れてって、フィールドプレイヤーが私服になるっていうのはどうなんだろうみたいな。まああとポイントは今回限定キャラじゃないので、まあ工場特攻、あ潜在か、特攻マークついてるんで、なんかの特攻なんだ、周回の特攻なのか、なるほど。いやもういよいよね、こう周年前にこういうその踏み絵みたいな、ここ3ヶ月、前、去年はクラブの流れでチームスキルみたいなのありましたけど、今年はこう、デバフっていうもの、デバフブロックがない中でこう、デバフを進めて、なんでさらに絆は3みたいな。ただ、ポイント的には全員攻めなんで、PL は DMF できるのか、ただ守備位置めっちゃ弱いから、多分オフェンスで使わなきゃいけなくなると思うんですけど、はい、スライダーキャノンも持っているんですが、これ守備ね積むの、パスカットがね、エスパスカーがねどうしてもね、欲しいところじゃないかなと思ったんですけど、いやもういいや、デバフ 9% かこの3人揃えたらみたいな、デバフ好きの人にとってはたまんないだろうなというようなガチャですね。デバフ好きの人にはたまらないなって。だって条件的に単純にナポレオンがいると 3% とか、 PL いると 3%、 ミサキいると 3% って軽いんですよね、条件がね。まあただ3人揃えて、まあただねワンツーメイン技が使えなくなっちゃうんであれですけど、どうなんでしょう、皆さんはこれを見てどう感じたかなと思います。はい。もうやるとこまでやってきたなと。まあ、キャラクター的に、あと、私服の人試合に出てくっていうね。それはそれで面白いのかな。面白いんだけどな。まず、ストーリー的に、原作のストーリー的には楽しいところかなと思うんですけど、ちょっと納得いかないのが、多分このタイミングって、ナポレオン JY 所属してないんですよ。フランス、ボルドーとの練習試合とかの前の、アングルですよね、これね。まだ PL、そして美咲くんも、このアングルは全日本 JY に所属してないんですよ。まあ、時期的なくくりなのかもしれないですけど。っていうね、はい、はい、フランスで抱き続けた情熱というところで、ちょっと金曜日から気が重くなりましたね。はい。なんだ、またデバフか、みたいな。はい。デバフガード先かじゃないんだみたいな、これ4月5月がデバフガードの流れ来たら、もうなんか3周年来た4周年来たら全然違う流れになったりとかしてみたいな、ここでこう、これは一つね、去年はチームスキルでしたけど今年はデバフというところで、ここに対応するかしないかはもう皆さんの判断になるかなと思います。はい。せっかくね絆30できたよとか言ってても、ね、普通にデバフね 9% 受けたら20しかないですから、21しかないですから、まあその辺ね、デバフブロックも含めていろいろ考えていきたいなというところだと思います。ちょっと自分もいろいろ考えてみます。はい。さあ、そしてなんですけども、いつもの朝のトーク撮っていきたいなと思いますが、さあ昨日のトークの方なんですけども、ドリームカップの方なんですが、実はサムネにも貼ってあったんですけども、もうあのままね、朝のトーク収録終わった後に、
もうちょっとしたらね、それ切っちゃいました、これねもうラッチ開かないしと思って、でコメント朝ねアップしたらもう12時間待って勝ちましたとか1時間半待って勝ちましたとか半日待って勝ちましたみたいなコメントとかいただくと、うーんまあちょっと辛いなと思って、で自分は、PC のブルースタッツ使っスタックだっけスタック使ってないので、でゲームしてないので、パソコンでやってる、ね、海外の方パソコンでやってる人多いんですよ。でこれ運営さん4人の、パソコン用のアプリなんですけども、パソコンで携帯アプリが遊べる、あのアプリですね、はい、これでやってる人が結構そういう電波の、アンバランスをやりやすいんじゃないかなみたいなコメントとかもいただいてて、まあその辺はねちょっともうちょっと調べてもらわないとどうしようもないなというところなんですけども、そう知ってました、皆さんパソコンでも携帯アプリ遊べんですよっていうところで、そういうね機能もあったり、まあ一部ね、ゲームによってはねあの違法だ、あの禁止にしてたりするゲームもあるのかな、まあ、基本は日本のゲームだとないという認識でいるんですけども、はい、翼もねあのマウスでパソあのピコピコ動かしながらゲームするみたいな試合するみたいな感じなんですが、まあね、まあもうこればっかりはどうもならんすね、はい、もうあそこから、吹っ切れてね、もう下面にジノとか、日野くん使ってみたりとかしていろいろして遊んでます、はい。さあ、というところなんですけどもお知らせ来ておりまして、トーマさんね昨日、読み上げやってくれたんですけども、ペドロ・フォンセカ、してもうちょっとねあのクラブゲームズのあのデバフとバフとかのやつ見てて、ペドロ・フォンセカ入れて 4% で 13% じゃんみたいな、この4人入れるだけでもう 13% じゃんとか思ったり、カルディレッツ入れて 18% だしみたいな、ウーゴ入れて23のデバフかみたいな、まずそもそもそれでチームが組めるのかっていうのも謎なんですけど、デバフ23とかで、でも全然キャラ的に使いたくないから勝ちたいがために使うかどうかだけですね。もうちょっとその辺をちょっと自問自答してみたいなと思ってますけど、はい。さあ、そして、3500万ダウンロード記念というので、3500万ダウンロード世界である割には、オンライン盛り上がってないですねっていう。で3500万実際ね複数赤とかサブ赤とかねやり直しのやつとかもね、数えてはいると思うんですよね、アカウントの作り直しとかもいろいろ含めて。ただ実際世界でどんくらいいるんですかね、10万人くらいいるのかな、5万人くらいなのかな、どんくらいいるんですかねアクティブユーザーって、まあ、ログイン税とかも入れたら10万人くらいいるのかな全世界、どうなんですかね、まあ、100万人いたらねもっとすごいオンラインとか激しいことになってるかなと思います。さあそしてこちらですね、まあ、ステップ7で新キャラ確定、ステップ7か7まで引っ張られてやるかどうか、ドリコレこれでも26日の金曜日までやってるので、ちょっとランクマとかやってみて、もうやっぱりもうデバフの流れだっていうのを体感して、そしてドリコレを見てからでもいいような気もするんですけど、ダメですかね、もうこの金土日月とか辛いですかね、4日間、4日間くらいは我慢してもいいんじゃないかなという、ドリコレ見てからで工場なんでねと思っちゃったんですよ。そして最近もう優勝ガチャがねあの普通のようにまあ受け入れられ、まあ、取れますからね、1万、セール玉で1万120円で必ず取れるので、はい、ピエール君というところで、今回全員ねオフェンスが強いというのが特徴ですね。数値はまあトーマさん、そしてドリームボット、もうなんか最近ちょっとドリームボットもうちょっといいキャラくれないかなとかちょっと思ってるんですけど、で周回がありますよと、周回こっちか、これデイリーミッション1日1回限定豪華な報酬、あこれかこっち、久しぶりに周回が、また周回がやってきたぞというところで、はい、でデイリーミッションもありますというところみたいなんですけども、久しぶりにこう無料、今回はこの写真のキャラ出るんでしょうねってよく運営さんミスるんで、そう今日でこれトーマスさん多分読んでくれたと思うんですけど、でも気になるのがこのキャラ本当に出んだよね、若林もこのリバウールも出るんだよねみたいな
この若林とリバウル持ってないからちょっと欲しいな毎日。ただねこれ純粋な一回あの動画昔出したことあると思うんですけど、もう本当に純粋に 3% なので、まあ、その 3% 引けるかどうかっていう戦いですね。丸々2週間あるのかな、2週間分140連くらいなので、3% だから平均で3体、平均で3体取れたら SSR3 体取れたらまあまあ標準値みたいな、2体だったら平均以下、4体以上だったら平均以上というような形かなと思います。はい、で、もうねあのこれ一攫してるんじゃないかなと思うんですけど、このアップで、トーマさんの方でいろいろ読んでもらったんですけど、結構今回アップデートバージョン 4.5、4.5.0 は結構いろいろやるんですよこれ。はい、で特に UI の改善とか、フォーメーション効果とかやるんですけど、そして連盟の解放をね久しぶりに、連盟のみんなにすいませんおうちコインないんですけどみんな大丈夫ですかさ、みんなめっちゃコイン持ってたみたいなあ大丈夫だなと思ってました、コインすいません全然ないですわっていう話をしてたんですけど、はい、新しく入った方とかで寄付額ゼロの人とかぜひ寄付していただければなと思います。はい、で、そう言いたかったのは多分16時にアップ、さあここで皆さんどうでしょう、今回のこの大半ちょっとね若干開始は16時にスタートするかしないか16時は別に16時にスタートしようがしまいがいいんですけど、いつも2時間休んでなんとかするよって言ってまた不具合出てまたなんか修正かけて謎のアップデが入ったりとかするくらいやったら、しっかり確認してデバッグしてから上げてくれっていつもいつも、まあ、この動画でも再三再四言ってんですけど、運営さんはねバコッと開けてで不具合でまたダメですみたいになってるんで、はい、多分16時今日今回は上がんないパターンじゃないかなと予測、いかがでしょうか、はい、もうここでまさかの JY をぶっ込んできて、そして、工場でカリウサスとか、パジョルとか出てくる、カリウサスじゃないすいません、キーパーと、パジョルが出てくるかなと思ったんですけども、出てこなそうなので来週でもどうなんだろう、キーパードリコレなのかな、ドリコレでパジョル、いやでもそうするとカタルーニャドリコレ多すぎますよね。レシャールっていうのはね選択肢としてあるかもしれないですね。昔エスパとかね、結構キーパーでドリコレの流れとかを作ってたので、でそして今回は、前回力の、キーパー出て今回即のフェスで日野くん出ても技だと、今のところ日本技、日本そろそろ久しぶり、日本南米出たし日本、ここ日本飛ばすか、これ技の日本、これまたソーダくんみたく不遇なんじゃないかな、技の日本で出てないの。美咲くんは出た、ヒューガくん、でもヒューガくんは自分はもうずっと超ドリフェスの目玉だと思ってるので、日本葵くん出た、あと人気キャラ慈瞳くんずっと出てないですよね。で、あ、慈瞳くんどうでしょう、慈瞳くんね、技の慈瞳くん、結構技の慈瞳くんあるんじゃないですか。だってヒューガのね潜在とか来て、だってあそうですよ、だってミニ先月ねビクトリーの来て日野くんでしたから、やっぱり慈瞳くんじゃないかっていうか、なんでフェスの予想してんのえ、なんでフェスの予想してるかっていう話なんですけど、まずドリコレなんですがあー、技の慈瞳来たら強そうだな、これでもなんだろうね、何でないでしょうね、はい、さあ、そんなので、ね、妄想してる間が一番花だということで、春のデバフ祭りが金曜日からやってきます。皆さんね、どう対応していくかっていう、ちょっとねこれしっかり考えて、行きたいなと。だってペドロ・フォンセカを入れて 13% か、はい、ちょっと頭痛いですね、はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。